かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、妖者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものは、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！なんだ？待て。妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った。どう考えてもおかしいのだ。あ、はい。まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。初めて見る顔だった。やはりあいつらの仲間だな。誰のことだ。とぼけよって力ずくで追い払うまでよ。厄介な奴なんだけど、俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。言われなくても分かっています。お前たち足場軍ではないだろう。どこの軍のものだ。これぞ。まだ届けるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界。足場軍の見当たり。一体何が起きているんだ。オスタール。かの軍にはなかなかの将が揃っているよ。前そうですね。あ、もしかして足場の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにしては様子が変です。
ここまでですぞ。これより先へは行かせません。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ち塞がるんだ。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いや、敵の言うことなど信じられませぬな。神器を倒すと、おろし、二八くらいの貴様ら、俺と戦え。なみなみならぬ気迫よ。相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。成敗。これぞ無双。やはりただの雑魚ではないようだ。そなたこそ敵ながら見事押し通る。この者と戦う感覚どこかで。忠勝さんと互角。こんな人がいるなんて。あ、私なんてが偉そうに分析しちゃってすみません。どうやら俺を本気にさせたいようだ。ヘロー。
しはやるようだな。尋常ならざる力よ。一旦引くぞ。奴は追ってきていないようですね。あの凄まじい力は一体、とても常人とは思えません。見たことがない建物や不思議な服装の敵も気になります。それを判断するには材料が少なすぎる。十分に注意を払いつつ周囲の状況を探らん。それにしてもあの男どこかで。この先何が起こるかわからん。そんな状況であればこそ己が武器を確かめ備えておくべきやもしれんな。本田忠勝、井伊直虎、井伊直政、彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。
戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感はしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。本体にこのことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。先ほどとは違う軍勢のようだ。仲間や敵とみなされてしまった。おそらく今のは先遣隊、直に本体が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。彼らの話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。ナオマサ、生産兵八、これにあり。なんと、出現した力、陣地を超えている。さらに今は先に進むことが肝要だ。いざ戦わん。この時期どうした、新入り。どうやら他の使い方もできそうです。そのような使い方もあるか。者ども突撃せよ。精を上げて攻めかかるのだ。
レンレ、前方に義軍が現れたとのこと。義軍が、予想よりも早いのか。さすがは義の先輩、侮れませんね。私たちもすぐに出陣の準備。義の先兵だな。思ったより少ない。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが、義の撹乱部隊にしてはどうも様子が変です。ではない。我らはその孫賢殿に用がある。押し通るぞ。敵ながら見事ですね。ですが、義にあんな将がいたでしょうか。暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。なんて凛とした美人。じゃなくて、すみません、押しております。リハチ、これにやり。陰謀が槍にかけ、鍛え水流。これ以上の無茶はしないわ。あなたがこの軍の指揮を取っている方ですか。我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだ。もうよい。そのものだ。確かに義軍には見えぬ。話を聞こう。私は孫忠謀、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け、迎撃に出たところ妙な霧に包まれてな。
ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし孫中坊、孫権だと。それに孫権、早期、あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。それは妙だな。どういうことでしょう。異なる時代場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こっている。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。まさに霧の中をさまようがごとくだ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬ。これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む、孫権殿。行く白煙、全力で戦いましょう。この天下を新たなものとせん。慶松園、愛しき風景を胸に描き戦わん。戦うことでしか守れないものがあるなら。この主義法こそが時代を照らす炎だ。偵察に出していた兵が戻った。この先で村が襲われているらしい。なんと
一体誰がそのような真似を。トウタク、かつて我々の世界で欲望のままに生き、残酷に人々を踏みにじった暴君です。トウタクは民を巻き込むのも気にせず村で略奪を働いている様子、急いで止めなくては。ならば同行させてもらいたい。暴君が相手とあらば、拙者の部が何かの役に立つこともあろう。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。だが妙だな、以前にもこうして共に戦ったような気が。どうも初めて会った気がせぬな。奇妙なものよ。先ほどの妙な武器使えば人知を超えた力を発揮できるようですね。この先の戦いでも役立つかもしれません。そうですね、ナオマさん。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。戦いはどんどん激しくなってきてますね。その分仲間も増えてるのはありがたいですが。ああ、そうだな。今後に備えるためにも皆の様子に気を配り、それぞれの力を伸ばしていきたいものだ。ナオマサ殿、少しいいかしら。あなたは蓮氏殿でしたね。一体何でしょうか。頬のあたりに小さいけれどかすり傷があるわ。ありがとうございます。こんな小さな傷、よく気がつきましたね。姫様や孫賢様、無茶する人をそばで見てきたから、つい無事か確かめる癖がついてしまったの。でも出会ったばかりの人にいきなりごめんなさい。謝るようなことではありません。お気遣いありがたくいただきます。よかった。これからよろしくね、直政殿。当主なんですよね。ええ、ナオトラ殿も
井伊家を守っているのでしたね。いろいろ気苦労も多いでしょう。そんな私なんて至らぬところばかりで、リクソンさんのようにきちんとできなくてお恥ずかしい限りです。私など若輩者、まだまだ学ぶことばかりです。それにナオトラ殿は十分立派に務められていると思います。とんでもないです。立派だなんてそんな。私もっともっと頑張らないと。家のため、そして主君のためにさらに力をつけたい。その気持ちは痛いほどよくわかります。私たちは似た者同士なのかもしれませんね。これからどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。戦の招く絶望、楽しもうぞ。
ですよね。強いし優しいし美人だし、非の打ちどころがありません。それに比べて私は、いい家同士としては頼りないし、息子の方がしっかりしてるし。ナオトラ殿、そんな風に言わないで。あなただって強くて綺麗でとても魅力的だわ。でもレイスさんみたいに完璧じゃないし。まあ私が完璧だなんてそんなことはないわ。弱点だってたくさんあるもの。本当ですか？ぜひ教えてください。そうね、もう少し仲良くなったら特別に教えるわ。はあ、うまくはぐらかされちゃいました。力を見ようや。恥ずかしい。私が天下無双だなんて。天下無双の部、ここに極まれり。俺が天下無双か。当然だな。私こそ真の三国無双ですね。見よ、この孫厨房こそ真、それがしが真の三国無双だ。私が真の三国無双ね。俺こそが真の三国無双だ。
まくいっているようだ。あ、いい感じです。これは執着やりました。よし、上手。この喜び、運上を歩むが。これで大丈夫ね。うまくいったな。戦場なる全ての者の不要、総身の力で我に挑むがよい。我が名は陸白玄、参ります。孫中坊、参るぞ。戦う、そして勝つ。守義法、戦場を照らす炎とならん。
本多忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄五軍が激突。激闘の中で彼らは分かり合い協力体制を取ることとなる。これは両軍にとって渡りに船であった。突然現れた不思議な武器呂布の凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと判断したのである。そんな中、五軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君董卓がとある村で暴れているという。徳川と五の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬが、民を傷つけ略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し民を救うのだ。皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならん。様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力するためには飢え死にだ。師匠に書かれた通りの暴君のようだな。ああ、民を敷いたの父肉林に吹ける悪逆非道な男だ。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。調子で奮戦せよ。
集体を晒すとは。命拾いしました。ありがとうございます。他人ごときに何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。トウタクの本体が民。ここからでは間に合わん。金粒ども、民が襲われているぞ。お前なんという暴挙。ああ馬長ども、ミスネス化けには行くまい。意図愛の勝てる我らが救われ。ばさあ一平殿も。はい、力いっぱい頑張ります。さすがは金馬長、義と愛にあふれた勇士だな。金粒殿こそ正義を貫く男。その気概は魔物でも破れぬだろう。熱いお二人ですね。度が過ぎる気もしますが。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。どれ、何よりです。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。トウタクはもう見ないの。また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな、トウタクを探して。邪魔する人は徹底的に痛めつける。あの手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。いや、これにやりと。よくぞトウタクを追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。我らにて無双の武を示せ。はい、敵
味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に不義の輩を打ち払おう。まあ、門が閉まっているのね。困ったわ。門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき、門を開けさせるのです。おお、その力で世に正しきをなせよ。トータク殿はどこに行ったの？一生の…まさか…ネマリカも残っているのは配下の兵だけで、ほんと自分本位な男。これにより俺の腕見せてやる。ひとときの雑魚じゃ。こんな見事に負けちまうとはな。強すぎる。もう開けますから、命だけは。その調子で奮戦せよ。お前こそ真の三国武装だ。迷うなよいな。ひとときの雑魚じゃ。知略試させてもらおうか。我が知略に挑もうとは無謀だな。トータク軍の残党だな。民の安寧のためここから出て行ってもらう。もしかしてトータク殿はもういないのかの。そのようね。なら、あの人のため、私たちがここを地獄にしてしまいましょう。負けてしまったの。うつけ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況、きっと喜ぶわよ。トータク、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの疑心を一つにしたことで不義の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなたもここに来ていたのか。孫権殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち何か知っているのか。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。事情がわかるのであれば教えてもらいたい。
この世界に来たばかりということか。ならば劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は盟を結び、この世界で信長と戦っている。俺たちはその下で力を尽くしているのだ。信長か。董卓もその名を口にしていたな。分かった、すまぬが案内を頼みたい。この馬毛き、何者にも屈しはせんぞ。よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなかろうが、私は劉玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください、あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが知っていることは全て話そう。この奇妙な世界には時や場所を超え様々な人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い周囲の領地へ侵攻を開始した。
この世界に覇を唱える。それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら。だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく命を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ織田軍はあまりにも盛況。正直なところもっと戦力が必要だ。よければ我らに力を貸してくれぬか。先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのは我らも同じ。それにこの世界の謎と元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。ここは手を結ぶのが得策かもしれぬな。新たなる盟友を得られし幸運、天に感謝せん。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と盟を結ぶ北条氏康、今川義元の姿もある模様。信玄公のもとには幸村たちもいる。とはいえそれだけの大軍相手では長くは持つまい。その通りです。どうか急ぎ救援を。わかった、すぐに向かおう。いざ竜玄徳、大志を掲げ進まん。検証。おお硬直、すべてに報いよう。気づけば手元の武器が増えてきたな。より良い武器をしつらえれば。やはり鮮やかだな。どうしました？俺の顔に何かついていますか？直政殿の鎧は素晴らしいと思ってな。しかしなぜ全身を赤で固めているのだ？目立たせるために着ているんですよ。戦場に井伊家がいることを知らしめる。それでおじけづく敵も出てくるんです。なるほど、俺はその赤を見ると燃えてくる。味方にとっては勇気の、敵にとっては恐怖の色なのだな。お言葉ですが、金馬城殿の格好も
なかなかのものだと思いますよ。俺の赤以上に目立っています。それでは敵の格好の的です。ですからあまり突出されない方がいいかと。俺の身を心配してくれるとはありがたい。ならば共に突き進もう。鮮やかな二人が並べば敵の目もくらむかもしれぬ。何なんですかその作戦は。核のごとき危うき状況、皆一刻も早く脱せればよいが。そうだな。だが私は悲観してはいない。剣心殿が盟友としてそばにいるからな。剣心殿は義に戻ることはない。共に大義のもと信じて戦える御仁だ。誠に頼もしい限り。剣心も同じ。徳子ならず必ず隣ありということか。この縁大事にしたいものだな。今は味方も増え勢力も増しているが、我ら二人一層協力して皆のため、そして巻き込まれた民のため邁進しよう。ぜ、ひいてはそれがこの謎に満ちた乱の解決にもつながろう。天下無双の闘争極めたり。これぞ天下無双の義士の証なり。劉玄徳、真の三国無双なん。我こそは馬毛騎、真の三国無双よ。私が真の三国武装でいいの？俺が真の三国武装だ。
Alright, I had the mic muted. Sorry about that. I've been playing for an hour and a half and I've had my mic muted the whole time. I feel like a moron. Oh well. So how have you been doing, Miss Walker? White Tiger or Trinity 3? I'm gonna go White Tiger. Tanaka's Helmet is once again on the land. よし、成功したな。戦い抜こう。困窮する。よし、会心の結果だ。馬毛騎の戦、見るがいい。成功したか。手間の分の見返りはあったな。 妖怪。 本命シラマンダやソワカ。よし、うまくいったか。弓諸君、このまま流れに乗るぞ。世界に愛と義を刻み込む斬新斬馬の気概を持って。 何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、蜀、蜀の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を 劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で幸村がなんとか食い止めている。我らはまだ状況もつかみきれておらんで。信玄殿に、 Yukimura, Nobuyuki, or Shingen is defeated. I figured that was gonna be it. Units. Okay, we got Nobuyuki down here. Bei, Michelle, Wonyan, Ken, Kenshin, and Kunoichi. Excellent. Well, I can tell you who's going to my party after this battle. Take a wild guess. Felice, Musa, defeat Yoshimoto Imagawa and Yoshinai Ujiyasu within 10 minutes. Defeat Kai and Kotaro Fuma within 5 minutes. Oh, lovely. ありがたいね。早速で悪いけど、別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村は前線で頑張っているうちに頼んだよ。
気も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば忠実な部下がいるんだ。あの調子じゃ信奉者にはついてなきゃ。対抗勢力も上がるんじゃ。ここにいるのは危険だ。誰に名を受け継ぐ救援に参った。雪村、どうしたらお前を次の輩に打たせはせぬぞ。おお、金継ぐ殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でもなんかホッとしたね。共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。どうじゃ。どうじゃ。どうじゃ。しかないか。しかし核の目論み通りよ。頼もしき同志を得て私は幸せだ。やはりそっちから来るか。復兵部隊出番だ。お館様の読みは皆眼前の敵を打ち破り突破せよ。ゲットダウン。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍となるのサイト結束侮りがまし。これ将来的に勝ち目がありそうになる。伏兵もやっつけたかね。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角度も。これはどういうことです。悪いね光秀殿、俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなど持ってない。角度ごかしろ。very interesting mechanics that they've implemented, like the use of the magic, as you can see here, and the seven party, seven person party. Also kind of interesting. You still only have your three frontliners, but you still have, you can have up to four supporting you in the background. まさに太平の世です。この世界にも家康様と似たような方がいらっしゃったんですね。みんなに協力。モッタリ様、申し訳ございません。
家具の野郎を裏切りやがったか。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。教官、弟よ、どこへ行くのかの。もしかして蹴鞠かの。マロも行くの。これは仮面か。こっちに来た以上、あんたらのため精一杯働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。ナオトラ殿、そちならマロと蹴鞠ってくれるかの。よ、吉本様、すみません、蹴鞠はできません、ごめんなさい。リュービー殿には受け入れがたいか。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。神や兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なるほど、この世界でもあんたは相変わらずだ。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。雪村、感服いたします。おお、いい戦ぶりだ。感じが闘争、天も読みせぬ。地獄、一緒に楽しみましょう。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だ。一体どこにやったんだろうね。信長は信用を持っている。信長、ノブナガ、急ぎ雪村を救わねば。ノブナガ様のため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。
切ってらっしゃることを。それは人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。So we're gonna need Perseus here as well. Sweet. あなたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている？従えるはずもない。よいぞ、劉備。この信長にその怒りを、力をぶつけよ。あの者、世の事情を知るか。いつか吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても、信長のあの妙な力は一体。ヘビ、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが、ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていた者、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。貫き通すは我が信念。お仕事。さて、行くかね。Hey, there have been some really strange styles come, you know, they blended together.なんせは打算で渡るもの、過分か。Again, not bad on Tom. Okay, Tiger Pike, Definity. Ooh, what do we got? Orange Blossom Boots. Okay, that's fine. And Buttercup Sash. Okay. Level 13, 12, and 12.姉上より褒あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出せねばまずそうだ。なんと、御前、そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を支援するために攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。Spooky's House of Horrors. The game started out cutesy, but as you progressed, it got dark and demented. 力になりたい。
おお、なんと心強い。頼みにしているぞ、二人とも。Rescue the Uesugi. Rescue the Tarkido. Rescue the Uesugi. What's going to be next? 仲間が増え、ここも随分賑わってきた。おお、いい考えだ。Upgrade camp. Noise. Okay. Party. Form a team. Who do I want to get rid of? Goodbye, Kibe. Oshigoto, oshigoto. Now she gets the harp. Okay.You knew this was going to happen. True enough.She has this cyclone blaze right now. Okay, that's fine. Yukimura はこの異世界でもその槍で運命を切り開こうと突き進んでいる。家も土地も。しがらみを守る必要もないこの地で己が心のままただひたすらに戦っている。それに引き換え兄という生き物は到底弟にはかなわないものらしい。 Beg to disagree. I gotta disagree with you. むしろ逆ではないのか。我が兄孫作は気さくで人を引きつける。行動力、決断力に富み、勇猛果敢。弟の私などの及ぶところではない。兄にかなう弟などいない。私はずっとそう思って生きてきたの。兄と弟でこうも意見が違うものか。ああ、私にはない視点が新鮮だ。これからも兄の立場からいろいろ教えてくれないか、信行。分かった。こちらこそよろしく頼む。弟の心境を知る良い機会になりそうだ。信玄殿、あんた孫子がお好きなんだってね。その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとく、で知りがたきこと陰のごとく、動くこと雷神のごとしと続くわけだ。孫子の軍曹編だね。どうじゃろう、増えない軍略家同士兵法について語り合わんかね。申し訳ないが、
俺にとって兵法とは実践するものでね。兵は差を持って立ち、理を持って動き、文豪を持って変をなすものなりってあるだろ。千変万化する兵法を語るなんて意味がない。ただそうだね、ウロの争いで実戦とあらば、ぜひご一緒したいね。なるほど、囲碁で兵法を論ずるかね。いいよ、ならば早速参ろうか。ふん、an ally. 5,000 gems, 50,000 gems and 6 crystals to acquire. 30,000 gems and 6 crystals. Okay, these aren't going to be all allies, it looks like. Find in 3 or more battles with Dynasty Warriors officers. Find in 3 or more battles with Samurai Warrior officers. It says 3, but apparently it means 5, as it says 2 out of 5 there. With a Dynasty Warriors officer. Okay. Once I get Da Chiao, that won't be a problem. 60,000 gems. Reach level 40 or higher with a technique top officer. Reach level 40 or higher with speed top officers. Power top. Make officers into allies, 20 to 70. Man, we've already got 20 allies and we haven't even been playing the game 2 hours yet. Increase the number of lottery tickets you obtain after battle by 1. Gems. We'll go gems for now. That'll make it a little bit easier. So it's a balancing act. I got it. Seems like that would be interesting. 90. Ooh, nice. Fight in 10 or more battles with any officer. Okay. Apparently that hasn't counted up to this point. Alright then. Oh, right. Okay, I see. I got you. I see. There we go. Go ahead and do the gems for now, because that's definitely going to be what I need to do. Alright, now we have gallery. Officers. Character models, regular costume. That's all I have for her. I have her. But not to, yeah. Take an interesting mechanic like that and then do something monotonous like roaming around doing fetch quests, it would kind of get boring rather quickly, I would think. Hanlangun, Oda Nobunaga ga eta sisamaji chikara. Hanlangun. Teki no Oda gun ni wa ware ra o seme nagara mo. Da ga hirumu wake ni wa ikeru. Ware. Sinchuan, Aya, or Kagekatsu are defeated. This is Aya and Kagekatsu. Yorichi. Nice. Beat Huashong within 10 minutes.
have Yukimura reach Kagekatsu. One with that Aya's health falling below 50% or 30%. That shouldn't be too difficult, actually. But we'll see about it.敵の数が尋常ではない。急がねば。影勝様たちが危うい。御前、影勝様、死の死を持ちよう。この金継ぎが直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。 Yeah, we games have to have that, you know, they have to have that boring fetch quest part. Sucks, but it's the truth. Oh shit, Kunoichi gets a sight? Are you serious? Shit, Kunoichi's the Reaper of Death. You shouldn't have given me this. That's good. Still, you've got to get through chapter 3 to continue with the game, though. She's officially OP. They made her OP again. Hell yes.敵の増援にも注意せよ。救援に感謝します。共に敵を押し返しましょう。金継ぎ、あなたの美とはこの異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めにあずかり光栄です。金勝がまだ戦っている。 Very nice. Oh boy, a 12-hour stream. Arigatou.
通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。窮地を脱しました。次はこちらがお返しをする番。勝負の棋風示さん。数では勝っていたが詰めが甘かったか。拙者自ら当たるのみ。我が名は徐孔明。お相手願おう。あの白頭巾、そして高潔な空気。まるで可愛い剣士のよう。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐孔殿、あとは俺たちに任せてくれ。大指示殿、すまん、頼んだぞ。徐孔殿を追い詰めたとは、敵軍の勢い、などるんだ。敵の大将が出てきたようでしょ。愛で諭してありましょう。大使人この世界は。よし、私が話をしてみよう。金継、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。武義の役は一気二人とも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんよ、金閣。はっ、あっぱれ。そなたこそ天下無双の忍びだ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ、城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。同志を得て私は幸せだ。敵の白船はまだ続く。油断できぬ。格が違ったわ。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。よく来てくれた、雪室。ごめんなさい。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。雪村、そのまま前線で城の防衛を頼む。これぞ、うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。あの程度の数で城は守れまい。さっさと制圧するぞ。もう遅れは取らぬ。孫吾の兵よ、道を開けよ。この孫権の顔を忘れたか。孫権様もこの世界に。あの方に剣を振るうわけには。大使人、無事で何よりだった。再び孫吾、いや私の力になってくれぬか。孫権殿、申し訳ない。ここで下っては俺の真偽が。異界であってもお前は変わらぬな。分かった、全力で来るがいい。お見事でした、孫権殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。I've seen you've been streaming a lot of that. おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。
いえ、お二人がご無事で何より。剣心公もさぞお喜びになりましょう。孫賢殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に好き。よいのだ太子。それに徐光、お前たちさえよく。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いので。もちろんです。お二人は素晴らしき者の夫、味方となればこ。ありがたきお言葉。これからは孫賢殿たちと共に武を振るおう。世に愛を。Kagekatsu and Jotai are going to get along. 真偽は違えぬ。いざ戦場へ。徐光明、ひたすら武の道を極めん。Still an A rank. Best rank in time.And 14 more kills, and I would have had an S rank complete across the board. Well, that's unfortunate. 俺は執着。Nice. Very nice. Cyclone blades with wind. Ooh.Cyclone Blades, Divinity, Petrial Blades, Swift Steel Divinity, and then Heavenly Love. Well, all right. I can't even argue with that. Kanoichi's gonna have a really big level gap, but I don't really care. それにしても、信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。もう直接聞いたところで答えはくれないでしょう。何より、今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかね。俺が見た限り、妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても、実際は負けで仕方なしに従っている者が、彼らを下して情報が得られればよし。ダメでも、信長の戦力を大きく削る。でも、そううまくいくでしょうか。北条氏康、今川義元、東卓、そして遠州、信長に組みする者は強敵ぞろいである。俺に一ついい手が。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら、義元殿を必ずここへ。分かった、拓、お前に任せよう。主膳、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。 Collapse of the Oda's Allied Forces. Yeah, that tends to happen if you've been out of a game for 6-7 years.
switch combos. I know about that. I think that's where I'm going to cut it for today. True. I do think this is where I'm going to cut it. I'm fixing to go to bed because I've got to be up in about 6 hours because I have an interview at like 11, so if you enjoyed it, you know, follow, subscribe, you know, all the channels. Miss Walker, it was good speaking with you again, Miss Fullbuster. And if you're on later, we can chat some more. But right now, I'm a tired wolf. I'm signing off.